ハトロン州は、タジキスタンの三つの州の一つ。州都はクルガン鉄波である。ハトロン州の全面積は約24,800平方キロメートル。四つの国内第一級行政区画の中で最も人口が多い地方である。ハトロン州は、タジキスタンの南西部に位置し、北はギッサール山脈、南はパンジ川、南東部はアフガニスタンとの国境、西は、 ウズベキスタンとの国境に囲まれた地域である。ソビエート連邦時代は、ハトロンは、バフダートヤバフシ警告を含む、西ハトロンのクルガン・トゥーベ州と、キズルス警告を含む、東ハトロンのクリアーブ州に分割されていた。二つの州は1992年11月に、今日のハトロン州へと合併された。ソビエート連邦、ハトロン州は、ソグド州と共に、 タジキスタンの二大綿花生産地の一つである。農場の集団農業化は、タジキスタン国内における綿花栽培の増産のため1930年代前半に推進され、特に国内南部で大きく推進された。考え網の拡大の際には農民に対する強制が行われ、山岳地帯に住んでいた人々を綿花栽培を行う地域へ、ウズベキスタンに居住していた。 タジク人を定地へと強制移住させるなどの政策が行われた。この政策の結果は、タジク人がガルミー族とクリアー部族で自他のアイデンティティを認識するという事実とともに、サルア州の民族構成に見ることができる。これら二つのグループは決して融和することはなく、タジキスタン内戦期間中は対立して戦った。ハトロン州はタジキスタン内戦において、 最も被害を受けた地域である。内戦の原因となった対立は根本的には解決されていないため、ハトロン州の緊張は未だに解けないままである。ハトロン州東部のクレアーブは大統領の出身地であり、政治的な影響を大きく受けている。ソビエト連邦時代、この地域はレニーナバード出身のエリート階級の人物と結びつき国内の民兵や軍、治安部隊などに、 多くの人物を排出していた。このため、クラーブは非常に保守的な地域とみなされている。州都のクルガン鉄パやクラーブの一部では、イスラム教反対派がガルミー族の間で大きな支持を得ている。クラーブ族はハトロンを拠点としている。1996年2月、マフムード・フダイベルディエフ大佐は、反乱を開始し、反乱を停止させる前に、 クリアーブ族の議員は辞職すべきだと主張した。タジキスタン政府は要求を受け入れ、加えてジャムシェド・カリモフ首相とレニナバード州政府代表のアビュージョリル・コミドフは辞職した。ハトロン州は24の地区に区分される。24の地区のうち14が西ハトロンに、残りの10が東ハトロンに属する。バルジュバン地区、バフタール地区。 バフシュ地区、ボセ地区、ダンガラ地区、ヤワン地区、ルミー地区、ハミダーニー地区、クリアーブ地区、カバディアン地区、クムサギル地区、ムミナバード地区、ノーラク地区、ナシリヒスラウ地区、パンジ地区、サルバンド地区、ファルホール地区、テムールマリク地区、ホバリング地区、フラサン地区、ズファミ地区、ジリクル地区、シャフルトゥズ地区、シュラーバード、地区ハトロン州の人々は主に農業に従事しており、特に免火栽培と牛の放牧である。 人口の2から3%のみが他の産業に従事している。2008年時点のハトロン州の総人口は257万9300人であり、2000年の人口214万9500人から増加している。クリアーブ地区の民族構成は85%が、タジク人13%が、ウズベク人2%がその他となっている。 クルガン鉄波では59%がタジク人、32%がウズベク人、3%がロシア人となっている。ありがとうございます。